今回はバナナサンド、ミニミニガチャマシン、全4種。ラインナップは、設楽おさむさんバージョン、木村ゆうきさんバージョン、伊達みきよさんバージョン、富たけしさんバージョンの4種類になります。で、今回出たのは、伊達みきよさんバージョンが2つと、設楽おさむさんバージョンが3つ出ました。で、正面。横。後ろ。で、また横。で、最初に伊達みきよさんバージョンから、伊達さんの場合は全体が赤になっています。内側に貼るシールが結構難しいです。ゆっくりやれば貼ることできます。 で、回転レバーを回すと、カプセルが出てきます。で、カプセルを戻すときは、ちょっと斜めにしてパネルを外して、で、カプセルを戻してパネルを閉めたら、これでもう一回できます。で、下の部分、キャスターみたいな感じになっていて、滑らすことができます。続いて、設楽おさむさんバージョン。設楽さんのバージョンは青色になっています。で、パネルのところのシール。 こちらは伊達さんと違うシールになっています。それでは一回ガチャってみます。はい、出てきました。で、戻してパネルを閉じます。で、ガチャの上の部分を外して、で、もう一つ重ねると2段のガチャマシンになります。ただ、余剰パーツが2つほど出ちゃいます。ということで今回はバナナサンド右右ガチャマシンをご紹介しました。今回は設楽さんと伊達さんしか出てこなかったんですが、次は日村さんと富澤さん出してみたいです。 気になった方はお試しください。